あそして今朝はですね山田涼介さんと横山裕さんにお越しいただきました。おはようございます。お二人明日夜9時から放送になりますスペシャルドラマ左目探偵愛にご出演でございます、はい、さて山田さんは今回は不思議な能力を持つ少年を演じてるということなんですよ、はい、僕が演じる愛之助はですね、お兄ちゃんから左目を角膜移植してもらうんですけど、はい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 、その移植してもらった左目に見たことのない謎の映像が映ってくるんですね、その映像で事件を解決していくというまか不思議な探偵ドラマになっております、はいはい、そして横山さんがお兄ちゃんそうですね、はい、こんなしっかりした弟が欲しいもんですこんなしっかり万全できるような弟がきっちりできると素晴らしいと思います。お二人、ちょうど一回り違うということで誕生日も5月9日でそうなんですよ一緒という大好きですよ、一回り違うくてもう僕もお兄ちゃん役やるようになってきたんやなって実感しましたけども着実に年齢を重ねてらっしゃるありがとうございますありがとうございます、どうですかお二人のコンビネーションはいやもうこれからも頑張っていきたいなって言ってるところでございます山田さんどうですかこのお二人のご関係はいやすごい優しいんで、ありがとうございます、はい、仲良くしてもらえます探り探りのコメントみたいなそんなことまあとりあえずですね明日夜9時からぜひこれご期待いただきたいと思います。お願いします。はい、探偵愛でございます。ご期待ください。明日夜9時です。それでは皆さんご一緒にズームイン。